さあ、始まりました。TN エコロジーでございます。この番組はですね、毎週日曜日朝8時から放送させていただいております。毎回素敵なゲストをお招きして、対談をさせていただいているんですけども、この番組の、趣旨からお話しさせていただきたいと思います。地球環境を良くしたいという思いで始めさせていただいた番組にはなるんですけども、地球環境のことばっかりお話しさせていただいてもですね、皆さんの心に響きにくいということで、心の余裕を作ったりですね、今の生活の、ヒントになるようなお話ができたらなというふうに思っております。今回はですね、ゲストで同じ岡山の方になるんですけども、書道家の田辺沙織さんをお招きしております。沙織さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。まず簡単でいいので自己紹介をお願いしていいですか？はい。はい。田辺沙織です。書道を仕事にしていて、書道教室や神社やお寺に書の奉納を、音楽の方や舞の方と一緒にしたり、舞台でパフォーマンスしたり、イベントでパフォーマンスしたり、あと、ロゴを書いたり、看板書いたり、障子に絵を描いたりとか、書くことを仕事にしています。はい、ありがとうございます。沙織さんはですね、もともと、最近知り合ったことになるかな。だけど、山崎匠さんと、信貞さん、前回、前々前々回ぐらいかな、に出ていただいた、信貞さんとの、誕生日パーティーがありまして、そこで、沙織さんが、パフォーマンスをされてるのをお見かけして、そこから仲良くなったというような形なんですけども、いろんなこうパフォーマンスをされてらっしゃいますよね。そうですね。書くだけじゃなくて、もともとベリーダンスもしてるので、ちょっと踊ったりとか、和傘を使ってとか、ベールをこうバーってやったりとかもしてます。多彩ですよね。踊る書道家はい、でいそうきですたよいね。なと。で、パリへのこう出展も、予定されてらっしゃって。そうです。ジャパンエキスポパリっていう来年に開催されるものなんですけど、それをずっと行きたいなとは思ってたけど、費用もかかるし、子供も預けれないしって諦めてたのを、でもどうせなら子供も一緒に行ける費用を貯めて、エントリー費用も貯めて行きたいなと今頑張ってます。素晴らしいですね。世界に羽ばたく書道家ということで、これからが楽しみなんですけども、その前にこう沙織さんのですね、今までのこう体験とかですね、どのようにしてこう書道家になっていただくかとお話しいただけたらなと思っております。まずですね、出身とか生まれも岡山でよかったですか？そうですね。もうずっと瀬戸内市ですね。そう、もともとでも備前か。備前にいて、瀬戸内市に、何歳かな、幼稚園の時に引っ越して、ずっと瀬戸内市に住んで、一旦結婚して新倉に住んで、で、離婚してまた帰ってきて。そこをストレートに言うんですね。わかりました。そうですね。まず、長船で、岡山のこう長船っていうところがあって、刀剣、刀が有名なんですよね。そうですね。はい。すごく刀が有名で、日本の中でも結構有名な方じゃないかなというふうに思っているんですが、どうですか、デカオさん。私、あんまり詳しく知らないんですけど、でも一時、エヴァンゲリオン、何かがあって、すごいこう、ちょっと一時、お客さんというか、観光客がいっぱい来たっていうのは聞いてます。海外の方も結構来られてますよね。そして、備前の方でも住まれてたということで、備前の方はですね、備前焼と言って、岡山では、有名な焼き物の一つですけれども、それも県外の方が来られたりするような、伝統ある工芸技術ですよね。私もやっぱ身近なので、で、備前に住んでたのもあるし、備前焼の作家さんが結構長船に住まれてて、同級生が備前焼、今ではじゃあ同級生が備前焼作家さんだったり、
お家の方が備前焼きしてたりとかで身近で、で私もずっと備前が好き で、うん、で食器集めしてるの で、 いいですよ、ね、オリジナルで備前焼きで額縁、額縁っていうんですかね、も作ってもらった、うん、すごいですね、うん、そんなこうなんかまあずっとおさふねも備前もどっちかというとアートの街ですよね、うん、その中からこうアートをする書道家沙織さんがこう生まれ育ってきたっていう形だと思うんですけども、うん、でまあ途中倉敷もまあ美観地区とかがやっぱり有名ですけどね、沖縄の方もぜひ岡山に来た時は、うん、寄ってほしいなと思うようなところですけど、沙織さんもともと書道を始めたのは何歳ぐらいですか？書道はもう3歳の時からって、最初はまあ硬筆から鉛筆持って、うん、のから始めて、でまあずっと習ってたけど、高校生とか私短大で、社会人になってからはたまに、まあ、書くのが好きなので行ってちょっと書いてっていう感じで、うん、こうゆるくずっとまあ3歳から習って続けてました。3歳で習い始めて、うん、結構早いですよね。なんか親がまあ自分の字が汚いから、もう早く習わせたかったみたいで、でも今私の教室も3歳ぐらいから来られますね。早い子は2歳とか、なんかこう持つの興味持つのが多分 2,3 歳なので、にも正しい持ち方でって思われる親御さんが多いですね。そうなんですね、そう3歳からずっと始められてて、沙織さんの中では、うん、楽しいっていう感覚だったんですか、ずっと。そうですね、なんか書くのが楽しくて、その時から大きい半紙に立って書くのがもう一番好きでした。立ってどうやって書くんですか、太い筆で書くってことですか？そこまでじゃないですけど、身長150、60ぐらいの紙に立って、どうやってとかな、もう立ってでもこうやってなんていうの、間にそういうことをさせてくれる教室だったってことですか？でもね、書道をずっとされてたら大きいのはどんどん書いていくようになるんです。あ、学年が多分学年とか段が上がっていくと大きいのを書いていくようになって、でパーって書くところもあるけど、私の行ったところはなんか立って書いてたので、まあ、お互い、まあ、苦手なのもあって、もう立ってこう思いっきり書くっていうのがもう一番好きです。なるほど。教室だったらこうずっとね、大きいのにも書かずにっていう感じかもしれないですけど、書道になってくるとこうなってくるんですね。と書道と最初教室をされてて、そこから書道に切り替わっていったって感じですか？どっちまで？あ、両立して、うん、じゃあ字も綺麗になるわ。で書道も、はい、そう種類があって、漢字とか仮名とか、筆でボールペンとか、こう 何個もあって、それをいっぺんにする感じ。なるほど、うん、僕なんかは漢字を書くのはわりかし得意な方ですけど、カタカナなんか書くの苦手だったりするんですけど、それぞれでやっぱ習い方があったりするんです。カタカナはでも結構直線が多いから、形を多分覚えれたら、形というか、なんか、うん、コツですかね、こう、まっすぐはまっすぐにとか、バランス？もそうなんですけど、漢字もひらがなも、ざっくりとした外の形をイメージするんですよ。なんか、水だったらひし形とか。そういう感じなんですか。で、月とかだったら長方形とか、なんかそう、形を捉えると結構書きやすい。全体を見るんですね、うん、こんなこと考えたことないわ、うん、書くときにこうね、やっぱり無意識何も考えてないんだと思うので、ね、うん、バランスとかって大事って言いますもんね。もうねえ、沙織さん、自覚のこう自覚診断というか筆跡診断っていうんですかね、うんうんうん、っていうのもされてらっしゃいますよね。そうですね。なので、どういった感じになるんですか？まあ、例えばもう名前と
名前を書いてもらって、そこから見るんですけど、さっき今書くとき何も意識してなかったって言われた。はい、はい。で、書くって行動で、で、行動には潜在意識が現れるって言われてもあって、筆跡でわかるっていうんですけど、じゃあこの、例えば、じゃあ、匠さんの、匠っていう感じの、右側だったら、こう、払うとかありますよね。なんか、それも意識せず、シャーって書く人もいれば、最後まで丁寧に書く人なも、るほど。そういうのが、やっぱり、書くだけじゃなくて、普段のいろんなことにもやっぱり一緒になってくる。最後までこう見れる、気にするとか、気にしないとか。なんかこう、怖いな。全部がつながってくるんですよね。なんかこう、よく言うじゃないですか、部屋をきれいにしてたら、なんかこう、いいとか。なんかもう、書くので丁寧に最後まで書くっていうのは、最後まで心配りができるかとかっていうので、いろいろこうつながってきます。なるほど。文字一つ一つ書くのもこう、意識一つで、自分のこう、ね、日常が変わるかもしれないですね。だからここが変えたいなとか、こういう自分になりたいながあったら、筆跡を変えると、まあ、行動を変えると、まあ潜在意識というか意識が変わるって言われてるので、一つのきっかけになりますね。勉強になるな。タオリさん、僕は皇室を小さい時にこう習わせてもらってて、そのおかげでこう自分の字は好きな方なんですけど、結構男の子とかこう周りの友達とかもそうですけど、こう自分の字に自信がないかったりとかする人が、自分は字汚いからみたいなこと言う子が多いんですよ。それってなんかこう大人になってからでも対策できることってあったりするんですか？もうなんか結構皆さんもう癖がついてるからって諦める方もいるんですけど、コツだけなんですよね。例えば漢字だったら辺と作りの、じゃあ間をちょっと開けるとか、じゃあ金だったら、なんかこう、ちょっと今何もないとあれですけど、右側を揃えるとか、音符の右側を揃えるとか、なんかちょっとした字のバランスのコツを覚えとくと、お手本見るのが苦手な方って結構もう大人でいるんですけど、なんかお手本見なくてもできる書道教室っていうのも一時やってて、だからそういうなんかちょっとしたポイントとか、でもやっぱり鉛筆の持ち方はちょっと意識した方がいいですね。なんか優しく持った方がやっぱりいいんですか？いつとか。力を、そう、入れすぎると、まあ単純に疲れるし、あとまあ体の歪みとかここら辺とかにも関わってくるし、回しにくいんですよ。力入れとくと、このひらがなの「わ」とか「あ」とかが回しにくいので、もうこの3点が同じ圧で優しく持つのがもうおすすめ3点均等に、です。均等くらいの感じですか？均等に。なんか、何？ちっちゃい卵があるのを割れないようにみたいな感じで僕はちっちゃい時に教えてもらった記憶がありますけど、でもなんか力入っちゃったら結構ね、強くグッと持ったりするんですけど、常に冷静になんですね。そうですね。だから私、いつもこう、初めての方には、手首の柔らかさも大切なので、もうこの手首回しからお伝えして。楽しそう。いきなりこう書き始めるわけじゃないんですね。こう、力抜くのが大事ですって言って、手ブラブラと手首回しからやってますね。タオリさん、お客さんの中で、その生徒さんの中で、ちっちゃい時にこう、お母様とかから、習いなさいよって言われて習い始める子はもちろんいると思うんですけど、こう、他の年代の方で、こう、ご年配の方とかもいらっしゃったりするんですか？そうですね。ちょっとくしゃみが出そうです。あ、どうぞ、出していいよ。
大丈夫です。あ、ちょっと待ってください。あの、今何歳かな、70代の人、結構いらっしゃいますね、上も。その今まで習ってなかったけど、うん、その70代の人からやってみたいって。アグレッシブ。そう、昔してたから、もう一回なんか、やってみたいとか。いいですね。そうやってこう、うん、まあ、体をそんなにこう、運動ができなくなってもできますもんね。面白い。わかりました。ありがとうございます。サリさん、じゃあまず一回 CM に入らせてもらって、その後、ね、質問が何個か来てますので、その質問コーナーに移りたいと思います。はい。はい、では一回目 CM に入ります。CM どうぞ。76.1 de la FM. Eso más. FM cosa. はい、CM を開けました。TN エコロジーでございます。この番組は毎週朝に、毎週日曜日朝8時から放送しております。今回は、書道家兼、アーティストの田辺沙織さんをお招きしております。田辺さん、引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。前半はですね、先ほどこう、まあ、書道のコツとかですね。はい。まあ、沙織さんがどうやって、こう、書道を習われてたかとか、そんな話を聞けたんですが、引き続きしていくのは、今度は質問コーナーに入らせてもらおうと思ってます。質問、お便りが、何か来てますので、答えれる範囲で答えていただけたらなと思います。はい、まずですね、ペンネーム、いい子さん。少し長めですが、読みますね。我が子に習い事に課せず、全部、母である私が教えようとするのは無理があるのでしょうか。私は、音楽や、書道と、たくさんの学びを得てきましたが、実際、金銭的な問題から子供に、教えに、教室に連れて行くことができません。私が教えることっていいのでしょうか？また、もし教えることがいいとするならば、コツを教えていただけたら嬉しいですっていう質問ですね。はい、でも、ね、その理想ですけどね、うん、その妊娠した時に、はい、また自分で教えたいと思って、書道の師範を取ろうと思ってやり始めたので、もう自分で得れるってすごく素敵なことだと思うんですけど、私の場合は、はい、まあ、じゃあ書道の師範取りました。じゃあ教室をしますの中に我が子を入れてしまったので、ああ、なるほどなるほど。そうなんです。よその子が、あ、よそのこと言ってんだ、その生徒さんに私がで優しくしてるのを、子供もちっちゃい時だったからやきもち焼く、教室分化する、でちょっとこうイライラしちゃったから、私はもうこう自分の教室で教えるのはやめたんですけど、うん、でもそのマンツーマンというか、お母さんと我が子だけだったらね、何にも、問題ない気がします。問題ない気がします。ああ、なるほど、なるほど。でも、やっぱりなんか、我が子だからできるはずって思って、なんかちょっと失敗を、ついついやっぱり強くなっちゃうというか、なんかそう思うと、まあ、その、子供がやること自体が嫌になっちゃうから、こう、穏やかに、こう、できるならもう、こう、それで。いいと思います。子供がこう楽しいと思ってでこう教えてあげることができるのであれば、うん、そういう方法もありかなっていうことですね、うん、なるほど、うん、まあ、でも素晴らしいですね、そのまあ、今の環境的にね、教室に通わせてあげることができなくても母としてこう何かできることをっていうことで、ね、なるほど、楽しみながらお母さんといろんなことができるなら一番理想ですよね。うん、うん、いいですね、ありがとうございます、うん。はい。じゃあ次行きますよ。結構来てるんで。うん、はい、行きますね。次、ペンネーム、アリスさん、うん、息子が左利きです。小学生、低学年です。
書道をするときに、書道の先生に左で書くのはのと言われちゃいました。強制的に右利きにするつもりはありませんが、書道の時だけ右利きにするのって難しいことですか、どうでしょうかという質問ですね。あ、私の教室でも左利きの子さんは、鉛筆はまあそのまま左で、右で強制されしたいって言ってたらまあ右利きやるんです。割と最近やっぱり強制したくないっていう保護者の方が多いので、鉛筆は左、ただ書道だけはあの腕の動きとかで左からだとやっぱり書きにくいのがあるので、でちょっと右で書くのを お願いしてやってもらってはいます。ちょっと最近リクエストで左利き専門の書道教室をしてほしいっていうの、でなんかその方は左利きが右で上手に書ける方法をあのもっと具体的に分かりやすくしてほしいっていうリクエストだったんですけど、私じゃあちょっと左利きの気持ちも分かろうと思って練習を始めて、ああなるほど、で左と右を両手同時に違う文字を書くっていうのを今やってます。ちょっとね、全然すごい戦してるんですけどね。やっぱ難しいですか。あ、でもね、できるんですよ。あいうえを右手で E 書きながら左手であって書いて、今書いてやってるんです。すごいですね。両手いっぺんになんか竜書いたりとか。なるほど。まあチャレンジすることも大事っていうことですね。まあ息子さんがこうね、左利きで、まあ、先生からダメって言われたっていうところですけど、まあ一概に絶対ダメっていうことではないですよね、沙織さん的に。ね、そうですね。まあ本人がどうしたいかっていうところです、練習すれば、まあできないことはないと思って。まあまだ低学年ですからね、今のうちにできるっていうのは逆にいいかもしれない。で、両方使えたらね、すごいですね、いいと思う。それは。なるほど、ありがとうございます。はい、じゃあ続いての質問に行きたいです。はい、次は、ペンネームフランスさん、私が子供に、お母様の質問が多いですね。子供に、スイミング、ピアノ、書道、英語、皇室を、伝えて、教えたい、表してあげたいですね。表してあげたいのですが、何からするのがいいでしょうかという質問ですが、まあ書道と皇室だったらどっちが先がいいんですか。でも皇室どうだろうな。でも皇室ですかね。でも私結構そこら辺割とその子その子に合わせてて、皇室に来ました、であまり鉛筆書くのは好きだけどなんかこうあんまりこう集中できないなとかだったら、指につける筆があるので、ちはそれつけてなんかダイレクトに感覚がこう分かるので、なんかそれも同時に進めたりしてるので、まあ、子供と、お家の方と相談しながらなんですけど、どっちがいいかっていうか、でも、まあでも墨扱うのは結構ちっちゃい子だったら、ね、こう汚れてもいい場所とかだったり、いろいろ環境もあるので、皇室ですかね。なるほど。指使うのはね、やっぱ脳の発達にいいので、ピアノ、皇室とかいいと思いますし、スイミングも今、もう0歳からできますもんね。ありますよね。書道家だけど、書道とは言い切らないわけですね。まあ、お母様ですからね。なるほど。まあ、その子に合わせてっていう感じですか。ね、そのじゃあ風邪、なんかよく体が強くなるからスイミングちっちゃいからとかっていう
年もあるので、うん、お母さんが何をそれを通して経験させたいかですよね。なるほど、うん、ありがとうございます、うん、あんまり答えになってなくても、はい、いやいやいや、それは大事だと思うんですね、うん、お母様にこうさせてあげたいことと、お子さんがしたいこと、うん、選んだらいいのかなって、うん、はい、次いきます。ペンネーム、ヘイさん。書道で漢字一文字書くなら何を書きますか。私は心だと思っていますっていうふうに。ああ、今は特に私いろいろチャレンジしてるから夢ですかね。ああ、夢、うん、うんうん、叶えたい、叶えるぞっていうので、うんうんうん、ここは何かな、一文字ですもんね、うん、なんかパッと浮かんだのは感謝でだったんですけど、感謝って一文字じゃねえなと、うん、あ、何か心かな、心か、うんうん、その時によって違いますよね、きっと、うんうんうん、ありがとうございます。次、ペンネームミスチールさん、うん、質問です、私は、男性ですが、書道ができる男性ってモテますかということを。あ、質問です。モテます。モテますかね、うんうん、おって思います、やっぱり。あ、そうですよね、うん、女性とかだったら結構気づくでしょうし、まあ、男性同士でもね、字がかっこよく、うん、ね、綺麗な字だったら、あ、きちんとしてるんかなとか思ったりしますもんね、なんか、うん、うん、モテると思いますと、モテると思います、うん、はい、あ、最後の質問ですね、これはちょっと、まあ、厳しめなあれかもしれないですけど、うん、中学生の女の子からですね、うん、ペンネーム点々点丸さんからですね、昨日学校で書道の授業がありました。私は書道は他の教科とは違い、社会に出てから 100% 役に立たないと思っています。だから授業中に、携帯で、アプリで常識の勉強をしてしまいました。そしたら書道の先生が授業中に遊んではいけませんと言ってきていました。書道が必要な理由が分かれば頑張ろうと思うんですが、将来に何か役に立つことがあるでしょうか、教えてくださいということですね。ああ、どうでしょう、でも書道にかかわらず、なんかこう役に立つか立たないかって自分次第。あ、確かにですか、うん、そうですよね、まあ、僕は書道絶対役に立つと思う派ですけどね、うんうん、ね、こう私も書くの好きだから私自身は役に立つけど、うん、でも僕は中学校の時には役に立たないと思ってましたね、うん、多分、うん、なんか将来使わないというか、まあ、勉強自体も何のためにやってるのかぐらいに思ってましたけど、うんうん、いざでも、ま、使わない学びもいっぱいあるけど、書道は使えると僕は思いますね。ドリさんなんかは絶対そうだろうし、うん、あ、うん、で書くことってやっぱその書く時間を、じゃあまあそうだな、なんか今私はまあ、毎日絶対書くんですけど、その時間が結構自分を整える時間というか、心が落ち着く時間だったりもするし、まあ、じゃあちょっとパッとね、お礼をただメールでするのもいいけど、ちょっとじゃあお礼状出してみるとか、うん、その さっきの筆跡診断もにもつながるんですけど、その人らしさがやっぱり字には現れるから気持ちが、うん、わかりやすいですね。なるほど、うん、あ、そうか、でもまあ時代でね、そういうの文化がなくなるかもしれないけど、まあ、まあでも残していきたいですよね、うん、日本のこうね、大切な文化の一つですからね。あ、でもモテる要素の一つだったりするとか。確かに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 、まあ、いつかでもこう、あ、やっとってよかったなって思う時が来るんじゃないかなと僕は思いますね、うん、ねえ、うん、まあ思いますよね、それは中学生の頃に何のためにやってるか分からんみたいな、うん、でもこうやってこう言ってきてくれたのもまあ嬉しいなっていう感じ、うんうん、ねえ、なんかいろんな選択肢がいっぱいあるとね、まあ勉強っぽいですけど、いろいろ広がるから、そのうちの1個でいろいろやってみたらいいですよね。そうですね、本当に。
思います。どうしてももう10人ついてこれは応援と思ったら沙織さんに言ってください、うん、はい、YouTube の方にはね、沙織さんのインスタグラムの、URL を貼りたいと思います。ぜひそこからこういろいろ質問してみてください。いいのか分からんけどいいんですか沙織さん。いいですけど、ちゃんとした答えになるかは分かんない。はい、私も何でもいいと思いますよみたいな感じででも合わせてお仕事のご依頼もインスタからできますよね、沙織さん。うん、いろいろ見てください。作品もあるし、うん、まあ、楽しみに見ていただけたらなと思いますね。はい、いろいろな質問ありがとうございます。どうですか、うん、質問を終えて。嬉しいですね。なんか質問してくださるんですね、結構。ああ、そうです、そうです。まあ、ゲストの方にも寄ったりしますけど、うん、多かったなと思いますね。うん。うん。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ではですね、2回目の CM に入りたいと思います。今度は沙織さん、CM どうぞよろしくお願いします。うん、あ、なんか言うんでしたっけ。はい、CM どうぞ言って、やってください。CM どうぞ。はい、CM 開けました。TN ネクロジでございます。今回は田辺沙織さんをお招きして、対談トークを進めてまいりました。終盤に向けてですね、沙織さん今後していきたいこと、どうお話しいただきたいなと思っております。お願いします。はい。まあ、そのチャレンジしてるのが、さっき話にも出たんですけど、来年のジャパンエキスポパリに向けて、自分の作品を販売してその資金を貯めようというので、うん、今たくみさんにも応援していただいたんですけど、お願いしますよ、ありがとうございます。作品を、まあ、皆さんに、まあ、じゃあ自分をまあ知ってもらったり買ってもらったりすることをしているのと、それをまあ示唆してから、じゃあその経営者の皆さんの考えをまず聞いていきたいなっていうので、今皆さんにじゃあ対談だったり、対談というかまあインタビューさせてもらったり、インスタライブでちょっとお話を1回目たくみさんにも出てもらってっていうのをしてるので、はい、今なんかこうその夢に向かって自分の作品販売の営業っぽい営業をまあやってる、じゃあちょっと学びの何言ってるか分からなかった。学びを今してます。うん、で、それに向けて、その作品販売を購入していただいて、一回まず個展をしたいので、それをまあ11月末か12月頭で、個展とパフォーマンスと音楽と、あと空間を、うん、キャンドルアーティストの人に飾っていただいてっていうのを、11月25日にまず第1弾やります。おお、沙織さん今沙織さんが書いてあるとなんか色紙とか今ない、うん、あったらぜひ YouTube の方に見ていただけたらと。ちょっと待って、はい、いやーすごいんですよ。僕も竜の絵をね描いてます。さらにこう自分の好きな言葉を書いてもらった。僕の好きな言葉は自分を信じないや努力する価値はないって書いてもらいました、ね。ナルトのねマイトガイ先生、それを達筆な字で書いてくれた。とりあえず1枚龍。皆さん見えますでしょうか。今回そのテーマが龍と鳳凰で、その大きいクズ竜をメインに、皆さんのまあ名前とか名言とか文字だけもあれば、竜のこれまあ文字ですけどイラストに文字をこう入れ込んだ作品もいっぱい作ろうと思ってるので、うん、竜です。テーマ竜。今ラジオを聞いてくださっている方、YouTube TN エコロジーで、検索していただいたらですね、今沙織さんが見てくださっているものが見れますので、うん、ぜひ見ていただけたらなと思います。これ書くときってどういう思いで書くんですか？
竜をイメージして書くんですか、感謝とかその人をイメージするんですか。あ、今回 の, あの皆さんに今オーダーしていただいてるのは結構その人をイメージして、うん、人をイメージした、まあ、竜もなんかこう思いながら多分書きますね、うんうんうん、なんか色だったり、あのなんだろう、登る竜か飛んでる竜か、うんうん、色だったり、そういうのもなんかちょっとイメージしながら描きます。正面を向いてるかとか、力強く言ってる時か優しい時かとか、なんかこういろいろイメージ して描いてます、うん、ぜひ皆さんあのインスタグラムから飛べますし、まあ、あの URL の方ありますので、うん、ぜひそこから見てて、あ、これ買ってみたいなっていうのがあったらぜひ購入してみてください、うん、こうお値段もね、いろんな設定があって、うん、あの、それの届く範囲であったりとか、あ、これは欲しいっていうものをぜひあの相談してみていただけたらなというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さおりさんではですね、リスナーの皆様、まあ、若い子からこうご年配の方までいろんな方がこう聞いてくださってるんですけど、沖縄の方ではこうラジオ聞いてる方が大体6割ぐらいの方がラジオ聞いたりするらしいですよ、まあ、めちゃくちゃいろんな人がこう、まあ、作業中とか運転中とかいろんなパターンでこう聞いてくださるんですけど、うん、こうリスナーの方に何かメッセージをいただけたらなというふうに思います。なんかこのさっきの質問にもあったんですけど、その書道、はい、書道が何に役立つかわからないっていうのにもあったんですけど、私なんかそこの意識をやっぱり変えたくて、昔小さい頃無理やり親に習わされてたから、なんかこう実は嫌だったとかっていうのを書く、私がまあ好きだからなので、書くことの楽しさとか、もっとじゃあアートや書を身近にしたくて、あ、ちょっとメッセージだけど、だからなんかもっと気軽になんかこう楽しめるものを提案していきますので。ああ、なるほどなるほど。よかったら見てください、私を見てください。いいですね。結構こう、ま、字が、ね、得意じゃない人とかからすれば結構ハードルが高く感じちゃうものもあったりすると思うんですけど、うん、そこをこう沙織さんを変えていきたい部分もあったりするんですね、うんうん、なるほど。でも、はい、どうぞ、うん、あ、なんかじゃあちっちゃいお子さんがいるお母さんに、はい、あの字を書くのって、あの、まあ、見て写す空間知能っていう、そこをこう育てていけばいくんですけど、まあ、字がもしこう練習するのが嫌だったら、あの絵を写すのとか、好きなキャラクターを写すとか、なんかそういうのもやってみてください。あ、いいですね、うん、練習になるんですね。うん、なるほど。沙織さん、あの、僕がもともと老人、うん、ホームで介護してた時に、ま、あのまだ、心とかはすごくお元気な方で、うん、ま、体がちょっと不自由になっちゃって、うん、ま、手がこう震えて字が書けないって、それがもうすごいストレスなんだみたいな、うん、私も字書くの好きだったのに、うん、なんかだんだん年取ってから嫌いになってきたわみたいなことを言われてる、うん、おばあちゃんとかいたんですよ、うん、なんかそんな方でもこう取り組めることってなんかあったりするんですかね。あ、なんかやっぱり思い通りに書けないっていうのが多分ストレスなのかなと思ったりしたんですけど、うん、なんかでも書くのが好きだったら、うん、あえてちょっとじゃあ色紙サイズとかで作品絵手紙みたいに、ああ、例えばじゃあさっきの指につける筆があるので、うん、まあ一文字、漢字一文字とかひらがな一文字とかでも、なんかこう自分がじゃあ今一個残しとけば、なんで文字が今気になったのかなとかやっぱあるじゃないですか。はいはいはい。そういうのとかもいいかもしれないです。その指先につけるやつってどんなところで売ってるんですか。書道具屋さんか、岡山だったらのうさぎ屋とか文具屋とかあるのかな、多分。なるほど、結構高いですか、お手頃価格。100円とかだったと思います、
なんか練習になりそうですね。それはまあ、ご年配の方だけでもじゃなくても、いろんな方がこう練習とかで、まあ、面白がってやってるのもありだと思います。うん。うん。うちも子供ちょっとしてみたいなと思いました。うん。ね、保育園でこうちょっとワークショップした時とかは、まだ文字書けないお子さんに、それつってこうバーってやってもらってとかもしたので、もうこう、下から下の年代から上の年代まで楽しめると思います。なるほど、うん、ありがとうございます。まあ、沙織さんはね、まあ、パリで、出展されたり今後していくと僕は思ってるんですけど、その中でもこうお寺とかね、その神様ごとに関わりながらもこうされてる部分もあったりして、ぜひインスタグラムから見ていただいたらいろんな沙織さんが見えます。この今ズームで出てらっしゃる沙織さんと別人の沙織さんもいらっしゃったりとか、いろんなこう顔があるっていうのが本当アーティストなんだなっていうふうに感じておりますので、ぜひ皆さん見てください。はい、じゃあ沙織さん、今日はですね、たくさんお話を聞けたんでありがたかったんですけど、最後の最後に、お好きな曲をリクエスト曲としてご紹介いただけたらなと思うんですけども、はい、ご紹介してくださる曲は何でしょうか。ミスチルのプレリュードっていう曲で、はい、でこれは前奏曲、ちょっとメモしたのを読み上げるのでちょっと棒読みになるんですけど、はい、前奏曲っていう意味で、なんか希望通りの未来に到達した姿が本編で、過去を乗り越えて明日へと走り出すこの瞬間は前奏曲っていう、この前奏曲で、まあ、これから素晴らしい人生という、大演奏にこうが始まるっていう意味があるそうで、歌詞をぜひ聴いていただきたいんですけど、うん、結構前から好きなんですか。ね、ミスチルはもうずっと好き で、うん、でもう結構もういろんな曲が好きだったんですけど、特になんかつい最近なんです、この曲がなんか聴いてたらふと出てきて、今にぴったりだと思って、こうなんか悩みとか欠点ももう棚にあげて望む未来を目指して動けとか、まあ、夢まず信じることで、信じるだけじゃダメで行動するとか、なんかチャンスをいつも目の前に走っているんだとか、もう本当、あ、これ今にぴったりと思って。なるほど、まあ、沙織さん行動派ですから ね、 ね、考えれないんですね。ね、いいことですね。ぜひ皆さん聞いていただけたらなと。では、ミスターチルドレンの、プレリュードを聞きながらお別れになります。はい、沙織さん今日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、リスナーの皆さん今日もありがとうございました。ぜひ、ね、書道に関することとか字に関することとか、まあ、どんなことでも沙織さんにご質問いただけたらなと思いますので、YouTube の、TN エコロジーまたは加工チャンネルで検索していただいて、沙織さんのところまで、飛んでいってみてください。ぜひよろしくお願いします。では本日もありがとうございました。皆さんさようなら。